先週木曜日の午後11時前、当時台風10号の影響で群馬県にも大雨が降る中、農園に現れた不審な2人組。侵入を防ぐためのネットに近づくと、しゃがみ込んで何かを始めます。およそ1分30秒後、ネットを破り、2人組は農園の中へ。そして食べ頃に実っていたシャインマスカットを次々と盗んでいったというのです。今収穫の時期を迎えているブドウの王様、シャインマスカット。こちらの農園でおよそ100房が盗まれてしまったのです。もう全部こう取られちゃってるから。昨日、めざまし8が被害に遭ったブドウ農園を取材すると、誰でもこの辺からこうやって取らないんだよね。このブドウの付け根を持って取るから、収穫は。悔しい胸の内を語るのは、群馬県太田市でブドウ農園を営む男性。ここですね。ここ今ちょっと破られちゃったんで、新たな網で補強したんですけども、はい、ここが破られましたね。大きく破られたネット。さらに現場にはシャインマスカットが枝ごと折って持ち去られた形跡が。この状態から再び出荷できる実ができるまで多くの時間と労力がかかるといいます。ちょうど収穫1年ね、手を入れたものがやっと収穫しててね、生活のあれだってお金になるっていうところまで作ってて、それを取られちゃうんですからね。みんな、生産者っていうかな、仲間も結構やられているんだけども、みんなねがっくりしてますよね、はい。しかも窃盗被害はこの日だけではなく、5日前の夜にも。先月24日の午後9時45分ごろ、先ほどと同じ場所に設置された防犯カメラの映像。この時もネットを破って農園に侵入する2人組が映っていました。シャインマスカットを盗んでネットの外側に出てきた一人の窃盗犯。防犯カメラに気づいたのか、もう一人に合図のようなものを送ります。その直後、防犯カメラは破壊されました。短期間で2度も被害に遭ったブドウ農園。シャインマスカットの直売所での販売価格は1房1500円ほど。この2日でおよそ100房盗まれたため、被害はおよそ15万円分に上るといいます。さらに同様の被害は2016年以降毎年起きているというのです。うち畑何か所もあるんだけど、あれですよね、毎年やられてますよね。そのたんびにこうやって作してるんだけどね。これは2021年9月防犯カメラに映された不審な2人組の映像。この時もシャインマスカットが盗まれ、3万5000円分の被害があったといいます。農園では毎年対策を強化、有刺鉄線を設置したり防犯カメラを増設するなど、これまで30万円ほど出費を重ねてきたといいます。してもだ、追いかけっこですね。もう今年だけは大丈夫だと思って余計にちゃんとしたんだけど、入られて思わなかったからね。農園側は警察に被害届を提出。2020年に中国籍の男が捕まったことがありますが、それ以外の犯人の行方は未だに分かっていないということです。